海外日本人選手最新ニュース若くして評価。で、天才と称される選手たちがいる。しかし彼。がそのままスター選手として活躍し続ける。証はない。怪我やプレッシャーに苦しみ。婚。衣装を落としていく者も,もいる。今回は大。な期待を背負いながらも才能を発揮しきる。とのできなかった日本人選手を紹介する。生。は、 トランスフェルマーキーティーを参照。ミッドフィルダー、比嘉公平生年月日、1990年4月30日、主な在籍。ラブ・カシワ・レイ・ソル・モンテディオ・山形原所属区。部、今シーズンの欧州サッカーはダゾンで。お得に。ルナラ DMM× ダゾン・放題 PR ・比嘉公平もまた不運なけが。よって運命を変えられた選手の一人である。 レーソルの育成組織で攻撃的才能を開花さ。小柄な体格ながら鋭いドリブルや優れた線。目を武器に各世代別日本代表に招集されて。<た> AFCU17 選手権2006では優勝を果たした日本代表。バーに名を連ねた12007年12月には翌シーズンか。の柏のトップチーム登録を内定させ、ジュンブーマン。 なキャリアを重ねることがが期待されたがそうご悲劇に見舞われてしまう点に、008年1月に行われた U19 カタール国際親善トーナメントを戦う日本。表メンバーに選出された比嘉は U19 中国代表の試合で左膝毎十字靱帯損傷、左膝半月板損、右膝半月板損傷の大けがを負ってしまった。木の治療を要した日嘉は、 2008年の公式戦に出場。ることができなかった点2009年から柏のトップ値。無昇格を果たすもかつての輝きを取り戻す。とができず、2シーズンにわたり公式戦の出場。1試合のみとプレー時間はごく限られたもの。なってしまった点2011シーズンから柏を離れてぶウブリッツ秋田、当時 JFL、モンテリオ山形デプ。 するが、依然として怪我に苦しめられて2016年。26歳の若さで引退を発表した、同じく柏で育った。元日本代表ディフェンダー堺井宏樹からも、その才能を評価。レていただけに、悔やまれるキャリアの幕引き。出会った、日川は現在モンテディオ山形のは、デミーでコーチを務めている。ジページ彗星。ごとく消えた元高校最強フォワード。 関連記事なぜ転落日。の「消えた天才サッカー選手全選手紹介なぜ?」。楽。日本の「消えた天才サッカー選手」1。1なぜ転落日本の「消えた天才サッカー選手」2。2両、J1J2J3J リーグコラムサッカーニュースモンテリオ山形日本柏レイソル比嘉公平。